細川さん対樋口さん、ここで樋口さん脱落となります。お願いします。さあさあ、こんにちは。今日はね、久しぶりの YouTube の更新になるんですけど、今日は羽田空港にいます。はい、まあ、なんで羽田空港にいるかっていうと、これから北海道行くんですよ。で、北海道に行く理由としては、これ見たことある人いるかな、自分 3,4 ヶ月前にブレイキングダウンに出てくる西島恭平選手に YouTube ですげえなんか文句言われたんですよ。なんか弱いだとか花がないとかすごい言われて、で腹立ってたんですよ。その西島選手すごいめっちゃムカつくなと思ってたんですけど、なんかまさかの YouTube コラボ依頼が来て、はい、で北海道行くことになってなんですよ。でなんかただ西島選手と自分がただなんかちょっとそのコラボするってのもなんか面白くないなって思って、怖い先輩連れてこうかなって思って、本当にすげえ怖い先輩連れてって西島君ちょっと驚かそうかなって思ってます。じゃあお願いします。やってやりました。ちなみに先輩ってもっと先輩のことをね、はい、はい、言える範囲でいいんですけど、はい、昔やった悪いことってちょっと、はい、お疲れ様です。寝てましたね。寝てました。起きたら真ん中の人の角にこうやってすいません、なんか隣がやからっぽいからちょっと喧嘩になるかなって心配だったんですけど、なんでさ、お互い肩をちょっと貸し合って寝てました。微笑ましくて寒いっすか。寒いっすよって言うの。寒いと思うんでこれ使いますよ。ありがとうございます。そうなんです、寒かったですよこれを。
大丈夫です。今から西島くんとこ行くってことね。大したものじゃないですよ。すいません、いいですか。俺が言うぞ。いただきます。はい、どうぞ。はい。最近の格闘技って結構やっぱ強さよりも知名度が先に来ちゃってるのかなっていうのはすごい感じてて、で北海道って結構特殊で、結構その出たくても出れなかったりとか、やっぱりちょっとしがらみがやっぱすごいあるっていうところがあって、でそこでやっぱり目立たないとやっぱり上に行けないなっていうのがあれば、僕はアマチュアよりもやっぱりそのやっぱライズにすごい行きたいなっていうのがあったと思うので、それで今すごいコンテンツとして大きいブレイキングダウンを通してそういうライズとかライジングに行けたらいいなと思って、はい、はい、ということで僕今、はい、西島くん家で奥さんが手料理作ってくれて、はい、美味しかったですか。美味しかったです、ね、いいっすね。俺は1時間ずっと寿司取りに座ってまとめちゃっていいっすね、はい、真面目な子だったんですけど、寿司さんあいついいやつじゃないっすか。すごい先輩もっとさっすからね。俺ももっとさっまあでも、はい、その無理して脅したりとかする必要ないんで、はい、本当に思ってることを、はい、ヤクザの先輩から言ってもらって、そうそう、ね、きっとかな、お前いいやつだなって言っちゃっていいですかね。めっちゃいい子でしたね。奥さんめっちゃ綺麗でした。奥さん関係です。そういう関係です。もうだって、ひぐちさん、俺もひぐちさんの説明ちょっとだけ聞いたんですけど、西島くんのその、身の回りのこんなこととか、その心意気というか、そのブレイキングに対する思いっていうか、なんて言うんだろう、あいつ、いいやつ。そうそう。なんか、ある北海道って、そこの利権にないと、もう、ライズとか K1 とか出れないらしいんですよ。で、西島くんはそこの派閥じゃないらしいんですよ。別の派閥らしいんですよ。はいはいはい、でそこのチームをチームからそういうのを出したいっていうので、はい、そこの派閥に勝ちたいじゃないですけど、はいはいはい、頑張ってますよね、はい、応援したいです。西島君頑張れ。でもさっき言ってたこととやっぱ違いますよね。だって全然違うぞ。YouTube の西島君全然違いすぎるじゃないですか。そしたら運営のその西島君の撮影スタッフの方々のこうなんかあれはこういうあれがあって、そうなんとか北海道来たんですかね。なんで来ちゃったんだろう。まあじゃあちょっと、ね、今から西島選手と対面ってことで、まあでも、ね、本当に言いたいことあるんだったら言った方がいい。はいはい。じゃあ北海道行きましょう。行きましょう。はい、すいません、さっきありがとうございました。なんか、はい、西島選手にちょっと物申したいって人がちょっと東京から来てるんで、はい、ちょっと、まあ、今日対面してもらおうかなと思って。結構ちょっと俺ビビってんすけど。結構怒ってます。いや、マジか。ちなみにですけど、はい、え？マジっすか？もっとっすよ、もっとっすよ。行けばわかるんで、はい。行きますか。はい、どこにいるんでしたっけ？そこにいるんでしたっけ？じゃあ、ここ曲がれば勝つ。元先輩。ちょっと、ここに行ってみましょうか。あ、よかった。まあ、今はでももう足歩ってる。ああ、分かった。分かった。絶対分かった。なんで思ってんすか俺。あいつっすね。うわマジか。怖っ。これ青信号になった瞬間ちょっと大変なんで。怖っ。一番怖いですよね。結構怒ってましたよ。
言ってくれてたじゃないか、企画は。小田さん。シェーンロイヤルの小田さん、はい。俺的には入ってないっす。どういったところがあれなんですか。気持ち弱いっすね。やる可能性あるんじゃないですか。いや、ないっすよ。あ、ないっすか。じゃあ、じゃあ、じゃあ、いやそれでお疲れ様でした。マジじゃないですか。いや、そうです。気持ちが弱いって言われた。はい。気持ちが弱い、まあ、そうっすね。なんて言うんだろうな。まあ、気持ちが弱いって思われちゃうのは、まあ、しょうがないなと思うところもあったんですけど、西島くんとやりとりちょっとあったじゃないですか。西島くんのご結婚された時とかあって、で、その後特に何のあれもなく、で、YouTube で、まあ、言いたいこと言ってもらって、なんか、こう、順序が違うってわけじゃないけど、なんか、こう、人としての気持ち的なものはないのかなと思ったんですよ。なんか、あんまり面白く俺は思わないじゃないですか。で、そういうとこどう思ってるのかなって思うところもあったんですけど、どういうつもりでおっしゃってたんですかね。何も考えてなくて言ったんですか。最初はもうちょい言おうかなと思ってたんですけど、西島くんとこう最初に話して、西島くんに言ったことに対して、こうでしょ、こうでしょって言おうと思ったんですけど、ちょっとこう、格闘技を頑張る理由とか、そのジムのこう関係とか、西島くん自身の関係とか、あとやっぱなんか、俺も人なんで、こう応援したいっていうか、上からになっちゃうんですけど、西島がそういうなんか、思いがあってこうちゃんとやってるんだなっていうのをこう知れて、ちょっと応援します。最初に本当に小田くん来る前まで本当に怒ってガチで怒ったんですよ。でマジで俺本当に終わった後も仲良くできないっつってて、で本当に切れていいんだったらっつって来るんですよ。そしたらその周り の, そのスタッフさんとかがなんで西島くんがこうやってブレイキングダウンを選んだかっていう、北海道にいるとかっていうのを僕らが聞いちゃって、心が痛いです。でもこれだけは言わせてください。よくあるじゃないですか。ブレイキングダウン の, このエンタメだからとか、エンタメだからいいでしょみたいな。エンタメ通用する人といない人がまずいるっていうのを覚えておいてほしいのと、あと、エンタメだったら何をやってもいいのか。そういうわけじゃないじゃないですか。はい、それだけははい。まあ、先輩終わっちゃいました。まあ文句あったってことで。文句はありますけど。ここ試合したら面白いと思うんで、じゃあ、スパリングでいいですか。あ、怪我してます。あ、そういう。怪我してる感じ。怪我してる感じ。わかりました。その辺でじゃあ、スパリング。怪我してます。まあでも本当に、なんか、小田くんのこと気持ち弱いって言ってたんですけど、それは僕がちょっとこれはちょっと違うよって思ったんで、小田くんってもともと喧嘩島上がりで、ほとんど格闘技経験ないんです。で、その状態で、あんだけプロの選手でやらされて、で、結構群馬の相手強かったんですよね、喧嘩島の選手と戦ってたり。慶之助さんのジムで、めちゃめちゃもうほんとプロ級って言われてる選手といきなり戦わされて、で、それに KO したから選ばれてるんですよ。あの人そうなんですか。まあそういったあれもあって、だからまあ気持ちが弱かったらそもそもその喧嘩自慢から格闘技経験がない人間がそのプロに勝つっていうのはやっぱできないし、あとすごい注目もされてね、シェンロン君との一戦もそうですし、虎之助君の試合だって俺は断れてたんですよ。あんなもう、まああの時もまあ怪我をしてるとか、で怪我してるから断れとは言ったんですけど、まあでもそれでもみんなが見たいって言ってくれてるからなんですよね。そこは、あれじゃないですか。いやまあ、僕もいや、そういうんじゃないですよ。やっ
っぱりこう、こんなにこう、大人の方々がいっぱいいて、で、まだ若いじゃないですか、21、22歳、さっき伺ったんですけど、はい、の人が、やっぱりこうね、こういう大人の悪い大人の人たちに、こうやってやれば、こうやってなるんだよって言われたら、そうなるんですよ。だから全部悪いよ、この大人に対しては。しょうがないですよ、なんか。石島くんが本当に悪い人だから、すごく雑感です。それ、すごいじゃないですか、北海道中のこのスポンサーの方々。やっぱりそういうところにあるんだなと思って、ブレイキングダウンの知名度とかだけじゃなく、西島くんが持ってるこう人間性とか、やっぱその話を聞いててこのなんてジムのためを思ってとか男気を俺は感じたんで、やっぱそうじゃなきゃね、応援してくれてる人たちもこうついてきてくれないだろうし、そういうところがあるからだと思うんですよね。応援してます。まあ、その西島くんのね、周りの人が出してくれて僕らも折れました。それだけ僕らを呼んでくれるぐらい石島君のことサポートしてるので、石島君が最後に頑張ってるから好かれてるから、はい、そうです、まずです、まずです、まずです。その後またね、石島選手の方でまた YouTube でまた帰ってくる、はい、はい、パウンド制なんだっけ、パウンド4、パウンド4、パウンド、はい、やりますか、はい。はい、の方は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。インスタグラムの DM の方にね、殺害予告とかが来まして、まあ本当にそんなことしてくるやついるんだなって思います。お店にも迷惑かかっちゃう。そうそう、お店にも迷惑かかっちゃうし、今日は強力な助っ人たちを呼んでおります。じゃあお願いします。